ロカルヒロインタビュー。あー、はい、今日は中北さんに、インタビューさせていただきますが、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これもう130何人続いたんでしょ、これ。いや、そんなに続いて、続いてない。いや、去年の1月からだから、うん、まあ1年と、あ、何回か、あれは。週に1人ずつやけど、そういうことまだ70いくかいかんぐらい。あ、そうです。それでもすごいですね。毎週ションや。ね。うん。もうね、中北さんとも古いですけれども。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。もういよいよね、出ていただきましたけれども、はい。なんと、はい、会社の方が、そう。50周年と。そう。ありがとうございます。ということで、おめでとうございます。おかげさんでありがとうございます。はい。はい。ちょっとね、僕、50周年用に作ったんですよ。おちょっとお渡しします。お、はい、はい。ちょっと皆さんにもご披露いただいて。うちの。はい。はい。すごい。さすが岡川さん、これ得意ですね。はい。はい。それでちょっと言わさせていただきます。あ、じゃあ皆さん見せましょうか、これ。はい。はい。おめでとうございます。半世紀にわたる記者の旅路は、ただの時間経過ではなく、夢と希望、困難と成就が織り交ぜられた壮大な物語です。創業者の初心を忘れず、一つ一つの挑戦を乗り越えてきた皆様の努力は、計り知れない価値があります。これからも変わらぬ理念のもと、新たな未来を切り開いていただけることを心から願っています。創業の地から、今日に至るまで、多くの人々の生活に光を与え続けたご記者の輝かしい経績に敬意を表し、心よりお祝い申し上げます。ということで、本当におめでとうございます。これはね、花粉が。ありがとうございます。これは嬉しい。いや、中田さん、ほんま50周年って、なかなか半世紀って続かないですよ。うん、そうですね。まあ、ちょっと後にも言いますけども、三代目ではあるんですけど、うん、でもやっぱこの節目を自分の代に迎えられたっていうのは、うん、嬉しいですね。そうですよね。素直に嬉しいです。うん。まあ、いろいろありましたけど、ね、そうですね。はい、まあ、そういったいろいろな、まあ、自己紹介ですね、まず。遅そう。遅そう。はい。お願いします。もう1分ぐらいになると誰やっていう人たくさんいますんで、はい、あなた有名だから。高松市在住の、はい、株式会社四国貨物配送センター代表の中北真一と言います。よろしくお願いいたします。はい、改めてお願いします。はい。どんな仕事なんですか、この四国貨物配送センターっていうのは。そうですね。うん、まあ、運送なんですけども、はいはい、まあ、いろんなその、うち言ったらトラック持っとんって聞かれるんですけど、実はトラック持ってないんです。持ってない持ってない運送屋なんです。イカ様なんですか？イカ様です。おい綺麗っすカットなしです。ね、貨物利用運送業と言いまして、はい、トラックを持たずに、うん、空きトラックと運んでほしい荷物、うん、製造所さんとかがね、例えば運送屋さんが5台しかおらんのに6台分の荷物が出たら1台余ってくるじゃないですか。はいはいはい、これを空きトラックを見つけてマッチングする。まあ、わかりやすく言うと、うんうん、例えば大阪からプップーってこう四国に大型が来ますよね。来ましたね。丸亀市で荷物を下ろします。はい、下ろしました。で、空で買えることって非効率じゃないですか。もったいないですね。もったいないです。じゃあ、そこで、四国貨物さんって、明日丸亀行きますせって、うん、なんか帰り便あるって。あ、大阪の業者の人が、そう。その四国貨物、うん、四国配送貨物。もう覚えに書いとるやないですか。ようそれでこれ書きましたね。で、まあまあ、いいです、いいです。で、あります。あります。ほんだらうちが、わかりました、荷物ちょっと探しますんで、言うて、はい、で、まあ、その製造業者さんとか、近くの知り合いの四国の運送屋さんに、大阪の荷物ないですか言うて。大阪に行く便に、ね、そうそう、帰り便のトラックが、はいはい、明日丸亀に来るわけですから。ほんだら、あ、明日あるあるって、うん、ちょっとあの、善通寺から、大阪の堺まで、荷物あるよって、うん。ほんだらそこの大阪屋さんに大阪から、善通寺から大阪の堺まで荷物ありますよって言ったら、あ、ほんだらそれ積んで帰ろうかって、なるわけです、はい、うん。で、それでうちがこう成り立つじゃないですか。あ で、まあ、変な話言うたら、例えばその、もらって、運賃からちょっと手数料引いて払う。うんうんうん、ああ、そういうことね。うん、そうですね。
だからそれがその手数料がうちの、あらりあそういうことになるわけなんですよね。それでね、うん、まあ一応善通寺の人が、うん、その大阪のトラックのうんちゃんに渡すよね。ほんなら、まあ、運転手さんは、うん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 、あれですか、その場所に行ってそう荷物まで下ろしてもうするわけ。いやだから大阪から丸亀に来るじゃわけじゃん。ここの荷物はうちは分かる、携わってないんで。ああ、分かるね、うんうん。で、大阪の、例えば、うん、大阪貨物、はい、運送屋さんが来ましたと、はい。そこで降ろして、丸亀で空車になりましたって、うんうん、無事終わりましたんで、じゃあ四国貨物さん荷物紹介してください。はい。じゃあ、ほんなら善通寺から大阪の境までの荷物をあるので、はい、そこに行ってくださいって、うちがその前日にファックスとか、はい、LINE をしとくわけです。はい。んだら分かるじゃないですか。でも全通に行って、そうそうそう、もうそのまま荷物積んで、はい。あ、その辺のコミュニケーションは全部取れとるわけだ、ね。取れてます、取れてます。うんうん、うん、割とシステムチックになってるんですね。なってますね。だからよっぽどこういう小口の荷物とか、うんうん、野菜、青果とか、うん、豚とか牛とか生き物以外そうや、うん、だけど例えばいきなり豚豚いやまあそ中にはねありましたけど、ね、だからそういう特殊な荷物は特殊な運送屋さんがおるので、はい、うんうん、だから言うたらロハスさんの、はい、例えば小口の荷物をありますうちが携わることはまずない。あそっか、あれは大手、例えば佐川さんであったり、大和さんであったり、西能さんとか、福山津さんは、あれも小口のシステムを持ってますので、はい、例えばあれはあっちの業界というか、だから同じその業種でも、業態が違うんですよね、はい。うん。だからうちとはどっちか言うたら、この大型の荷物を貸し切り。貸し切り荷物。大きい荷物。大きい荷物。大きい数。大きい荷物の大きい数。うん、あ僕らは小口なんですね。小口なんですよ。小口やね。そうそう、小物。小物。そら、俺は小物じゃ。なんで。もうちょっとうまいこと突っ込んでしょ。小口。そうだ。もうちょっと。で、まあまあ、うちはそう、貸し切りなんで。ほら、工場とか、うん、どっちかってそういうところが多いということですか。そういうことなんです。大口やから、ね。そう、そういうことなんです。ああ、だいぶ分かってきました。そういうことなんです。ああ、うん。だからシスマチックにもいけるわけですよね。そうですね。はい、うん、そういうことです。だからもう直接その、消費者さんに入って渡すようなところは分かりにくいよね。違うんですよね。ああ、うんうんうん。はいはい。どっちか言ったら製造工場から卸業に行くっていうところ、うん、まあそういう感じのこの区間輸送っていうのが分かりやすいかなと思う。ああ、そういうことですね、うん。だからよくね、引っ越しとかできんとかって聞いてくるんですよ。引っ越しはちょっと無理やろ、今の話聞いたら。だから、センター間のうちをやりますよ。センター間。例えば大手の引っ越し、はい。センターあるじゃないですか。うん、はい、引っ越しセンター、うんうん。で、センターに荷物があります。はい。ほんで、さっきの話じゃないですけど、じゃあ名古屋のセンターまで行ってくださいと。はいはい。いや、それはやります。あ、それはできるよね。うん、だから、うん、その現地に行って、よいしょとか、荷ほどきしたりっていうのはうちをやる。ああ。うん。だから、もうセンターからセンターとか、工場から配送センターとか、うん、いや、うん、まあそんな感じの大きい物流のところね。はい、はい。ですね。はい、それはもうあれですか、創業当時からこういうような形になったんでしょうか。そういうことです。はい。それ遠隔的にはどういうふうに50周年と聞いたんですけれども、うん、50年前といえば、まだまだ、何年になるんですかね。まだ。昭和49年なんで。49年。昭和49年。まだ高度成長期のこのグーッとやってた頃やね。お母さん何歳ですか、昭和49年。49、俺37年やけん、まだ、8歳ではない。49年やろ。あ、11歳。そのもんやね。ああ。その頃なんです。だから僕も6歳ぐらいかな。ああ。5、6歳の時に免許を取って、うん、あ、免許制度なんですか、これは。免許制度ですね。あ、やりますとか言ってやれないんですね。今日の話聞いてますか。貨物利用運送業っていう免許です。免許ね。はい、立派な免許です。ちゃんと合法化ですよ。そう。ちゃんと白タクのようなもんじゃないんですね。そうそうそう。じゃあ違う。誰が白タクやろ。違います。うん、ちゃんとやはり国の制度で認められている。はい。制度。決して怪しい商売ではないですね。はい。はい。それをお父様が、うん、
あの免許を取って、そうですそうです。昭和49年に始められたと。うん、そうですそうです。こういう業、私初めて聞くんですけれども、うんうんうん、こういう仕組みというかですね、はいはい、他にもたくさんあるんですか、こういうのは。ああ、そうですね。そんなにはないですけど、うん、まあ、その個人でもできますから、一、うん、人でもできますから、こういう業態っていうのは。個人でも？個人でもできますね。あ、電話とあれ、ファックスがあればできるという感じ。うん、そうですね、はい。それ合わせても香川県で10あるなしぐらい。ああ、うん。まあ一応だけど、あの、うちは、あの僭越ながらパイオニアと言われていますね。もう多分あの岡山から向こう、はい、西日本で岡山から向こうとしては多分一番、あ、そうなんや、はい、認識しておりますと言われました。あ、このもう西日本の界隈ではもう、はい、九州とか全部合わせて、九州も合わせて一番最初に始められたという。49年で、まあ業界では専業水屋なんて言いますけど、まあ水屋っていうね、水屋、そうですね。何水屋って。しいやあなた専門用語使うか分かんない。水屋って言います。例えばあの京都行くじゃないですか、はい、舞妓さん呼ぶときに、あのじゃあ舞妓さんあの何人手配できますかって言うて、はいはいはい、あ、分かりました。で舞妓さんのところに声かけて手配する人のこと水屋って。あ、そうなん。もうまあ、いや舞妓呼んだことないけど、まあ、分からなかった。今はどういうシステムか分かりませんけど、まあまあそういう、手配するところ、手配をする人ね。そうですね。ああ、だけど当時は、うん、お父さんね、もう後に話しますけど亡くなったんですけど、うん、苦労したことあるんで聞いたんですよ。まああるやろ、そら一番にして右も左もわからんねん、なんて言ったと思います。うさん、昭和49年これ初めてからは、はい、ずっと笑いが止まらなかったって。びっくりして僕も。まあ、お父さん、ね、お父さん陽気だったん。陽気です。で、32年前に亡くなったんで、もう結構まあバブル時だったんで、まあまあ、時代を生きてきとって、ただやっぱりその、なんで笑いが止まらんか言うたら、その前に、一人っ子で、もう直視一丁っていうんですけど、うちの住んどるところが、はいはい、直視一貧乏な。お父さんが？お父さんが。で、一回会社も失敗して。あ、一遍チャレンジしたんや。そうですね。まあ、業種は違いますけど、そこで大失敗して。ああ、そうなんや。そうです。でも、香川におれんぐらい失敗して。ええー。まあ、ここはちょっともう、しますけど。まあ、あの、だけど、それは後に、はい、あの、ちゃんと解決をして、で、もうこっちから開業した時に、まあ、笑いが止まらんを楽しかったって言うけど、本人、まあ、普通の人であれば、くじけとることとか、俺と、まあ、なんせ、僕と違って、ここが強かった。あなた弱いの？弱い。シンプルや。ほんと、あの、甘やかされて育ってきて、ほんまによ、もうすぐ折れる。すぐ喜ぶ。もう木の愛楽が。うん、そう。こんなんですよ。もう、すぐ折れる。お父さんはどっちかで言うたら、こう、デンッと構えた。ああ。だけど、辛いことがあって、もう逆に喜べる。もうね。とこがある。あ、見つける名人、うん。うん。もう、あの、弱音とか聞いたことない。へえ。もうそういうのが嫌いで。ああ、そうか。でも、昔の人やから、どっかが痛いっても言わん。ああ。偉いっても言わん。それがちょっと。そう。ほんでも気づいた時には、もう。ほんまに偉かったかもしれんで。うん、昔の人やけん。そうそうそう。うん。ほんでも病院行った時には、もうがんのステージ4だったんです。あ、そうなんや、うん。なんでそこまで我慢しとったんだ。ああ。まあ、だから56歳、ちょうど僕の一つ上か。で66歳で亡くなったんですけども、まだ若いな。若い、今から考え、僕その時22歳だったんで、ああ俺も56で死ぬんやと思いたいな。もうすぐでない。ありがとうございました。まあ、いや、っていうんだよ、本当冗談抜きで、だけど、若いわね。でもやっぱり太く短く、あの人は56歳、56年の人生だったですけど、多分もう80年、90年の人生を歩んだんじゃないかなと。まあね、内容の濃い人生だったと思いますよね。そうですね。ロハスブラのお茶をいただきます。どうぞ、って飲んでくださいよ。うん、ああ。それ、お母様も一緒に、じゃあ、創業当時は。創業から3年ぐらいはいなかったですね。
いなかったお母さん。いやいや、突っ込まんとって。話が進まない。で、お母さんは別の仕事してました。はい。うん、別の仕事しよったんですけど、お父さんが、うん、まあ商売人で明るいんですけど、はい、何分細かいことができないんで、もう、お金は多分その時あったと思うんですけど、おうおう、もう会計がぐっちゃぐちゃだったんで、あ、よくあるパターン、ね、お母さんは経理とかすごい得意なんで、うん、得意だったらしいんです、うん、でその時にはもううち来てくれ言って、おうおう、で来た時にもうお母さんが言う昔の人帳面って言うんですけど、帳面あげたらもうわやなんちゃ書いてない、な、銀行も行っても何が入っとるやろさっぱりわからん、おうおう、でお母さんが入ってきて、でそういうあの会計とか経理の仕組みが良くなったっていう、あ、でそこから、はい、だからお母さんもその話戻しますけど、やっぱ苦労潰した時に一緒になって、はい、あ、もうご結婚されとったんですか。もちろん僕も赤ちゃんだった時におったんですか。おったんです、はい、うちお姉さん2人もおったんですけど、もうはい、その時は一緒に苦労しとる人、ああ、まあ、中北さん自身はちんまいけん、あんまり記憶ない。ちんまい。まあまあ、記憶ないですね。記憶ないよね。ない。お姉さんぐらいだったらあるんかな、ちょっと。あ、上のお姉さん10個離れとんで。10個も離れた。鮮明に覚えてますね。その時のこと。ああ、うん、そうなんや。だから、その父さんの苦労知っとるんで、うん、お姉さんたちにはお前は甘いってよう言われる。まあ確か自分でもそう思う。いや、もうお姉さんと仲がええですよね。めっちゃ仲いいですよ。ねえ。はい。なんかあとでも出ますけど、老人ホームの、なんか訪問したりなんかもしてますよね。そう。ねえ、お姉さんも。後で出るんですか？後でまた言いますけど、ね。お前ですか？まあまあまあ、はい。お姉さん仲いいですよ。ねえ。もうすごい仲いいなと思って。うん、お姉さんが老人ホームで歌えって言うたら、うん、一択ですよ。行くしかない。やっぱ弟 10個も違うから、うん、いや怖いんでなくて、やっぱりこうシスコンではないですけど、お姉さん大好き人間、あ、2人ともお姉さん2人大好きなので、そうなんで、今3人で一緒にこう、はい、一番上のお姉さんは四国貨物の掃除に来て、はい、で2番目の姉ちゃんは、退職をして、はい、まあ、県の施設というか、そういう財団法人を退職して、うちで今経理でやってもらえる、うん、あ、そうなんですか、はい、まあ、みんなそれぞれにこう言っとったけど、うん、また集まって枯れとるという状態です、はい、そうですお、はい、あ、それが遠隔ですね。そうですで4年前に、うん、あの奥さんがどこ行ってしまったみたいな言うてええんですか。いや、もういいですよ。いや、俺触れたらいかんかなと思ってっていう感じですね。そういうことですね。はい、で、問題も50年の中には中北さん自身が、はい、まあ、何歳ぐらいの時に22言ったんですかね。そう、22歳ですね。僕はもうこれ先言っていいですか。あの、どんな子供だったかのとこつながるんですけど。ちょっと待っとって。いやいや、そっから話したいんです。そっから。トラックの運転手がしたかった。ああ。あと次。ちょっと業界のこと聞かない。まあ、いいですよ。はい、業界。じゃあ行きましょう、業界。業界のこと。それで、ちょっと話がね、はい、ちょっとワープしますけどね。はい、今、ほら、働き方改革というのがこの4月からできたでしょ。そうですね。2024年問題とも言いますけど。ね。はい。で、もううちも、あの、通信販売やってますんで、うん、なかなかトラック便が、うん、あの、翌日来よったのが、うん、翌々日に、あの、ね、注文しても、はい、ね、荷物が届くようになったり、はい、いろんなちょっと値上がりしたり、そうです。まあ、いろんなことが今起こってるわけですよ。うんうんうん、これ、どうなっとんですかね、今。僕に怒らんの。どうなっとんやって言って、ほら、もう、どうなっとんですかねって言われ。漫才であれ。いや、僕に言われても、まあ、あの、簡単に言いますと、これは2024年問題っていうのは、うん、そのトラック業界のことがスポットに当たるだけで、はい、年間960時間以上の残業は許されませんよって、うん、はい、まあ、例えば電通で残業で過労死したりしたじゃないですか。うん、ああ、確かにね、うん、まあまあ、名前見てしまいましたけど、うんうんうん、まあまあ、でも有名ですね、はい、有名ですから。そういうことで、トラックの運転手さんも長距離の運転さんも、うん、やっぱりあの960時間はダメです。例えば、高松東京間を往復するトラックの長距離の運転手さんなんていうのは、はい、もうあっという間にやっぱりその時間を超えてしまいますので、
それは国がもうダメですよと。それはもう事故であったり、いろんなことであったり、規制をかけとったわけなんです、はい。で、緩和がなくなって、もう規制をかけたんです。24月からはダメって。ダメ、うん、うん。そしたら、もうこれ以上走ったらいかん、休憩を取りなさいとか、うん。ほんで、製造業者さんにも運転手さんが行くから、うん、なるべく早く積んであげてと、うん。待たしたらいかんよって。ああ、そうなんや。そう。だけど、例えば昼一番に行って、うん、5時も6時も夕方の、なると、これもダメ。そういうこともようあったんですか？めちゃくちゃありますよ、昔や。間違いあるんです。昼一。だって東京荷物持っていくのに、はい、1時に入って、積み込み終わったのが、うん、次の日の夜中の1時ですよ。ええー。そんな時代もあったんですよ。それちょっときつすぎるよね。つくわけないじゃないですか。おー。だからそれが大分こう改善をされていったんやけど、うんうん、もう4月からもバーンとこう、まあその政府というか国が線を引いたわけです。はい、もうあかんよって。はいはいはい。それはもう運送業者さんもちゃんと守ってもらわないかんし、うん、製造業者さんもちゃんと運送会社さんに協力しなさいと。製造業もペナルティーかなんかあるんですか？そう。トラック G メン言うて、お運輸局さんがパーキングとかそういうところに運転さんに何か困りことないですか言うて聞き取りに行くんですよ。 G 面がほんだらどこそこの製造業者さん何々、はい、工場さんが、うん、いつ行っても8時に来いっていう、うん、言う向こうも指定があるわけ、ある程度は。そうですそうです、はい、うんうん、遅なるとか、うんうん、それとかトラックの荷下ろしするじゃないですか、うん、基本的にトラックっていうのは、荷台の上から運転手さんは降りないっていうのが基本なんです、うん、荷下ろこうやって降ろすじゃないですか、はいはいはい、イメージしてください、おうおう降ろすじゃないですか、荷物を、はい、そこでもう終わりじゃないですか。あ、そうなん？そうなんで、それをこう台車に積んで倉庫の中持って行ってこうやって入れよると、はいはい、それがまだ実在するんですよね、そういうことが。あれは運転手さんの仕事じゃないわけですか？実際はないんです。なんか運転手さんが勝利のイメージがありましたけど、運送屋さんがその付加価値としてじゃあうちはやりますよって、うん、そこまでやりますよって言ったら製造業者さんは断らんですよね。そあどうぞやってくださいどんどんやってくれよ、うん、なんなら運転手さんが一人でやってくれた方が早く終わりますよみたいな感じで言ったんですけどそれも運転手さんの労働時間なんで、下ろすに1時間で、棚入れするに1時間だったら、1時間労働時間なんで、うん、ここも年間にするとかなり、響いてくるので、それはもうやめてくださいねっていうことで、G メンさんが聞き取りに行ってね。で、製造業者さんに、いや、運転さんから聞いたんですけど、こういうことはちょっともう今後改善してくださいって言うて、働きかけてくれるんですよ、ね。へ、うん、まあ、法律で決めても、お互いが協力体制がなかったら、なかなか難しいですよね。そう。そうなんです。工場の人は、おやっとけよっていう感じだけでは、もうむちゃくちゃになりますよね。うんうん、そうすぐには改善できないですけど、うん、製造業者さんと、運送業者さんと、あと国ですよね。はい、国もね。うん、政府さんが。法律決めただけでは動きませんよ、ね。そうなんですよ。はい、出るね。言うのは簡単ですけど、で、制限速度が80キロから高速道路90キロに上げたり、まあ、しょんですけど、まあ、でもそこじゃないやろっていうところは、やっぱ現場としては結構あります、ね。ああ、そういうことが起きてるんですか。うん、そう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 。あ、でもそうなってくると、もう、年間の残業時間っていうか、こう、決まってるので、うん、当然人も足りなくなるし、ならないですね。どういう未来が待ってるんですか。だからもう10年後には、はい、もう、今の荷物の 30% しか運べんようになる。このままだと。え、だから現状このままだったら、そう。30円だったら70円どうしたらいいんですか？じゃあ、ロハス村さんの水素なんとか買いました、言って、ポチって押したら、ご購入ありがとうございます、で、運ぶ人がいませんのでお待ちください、みたいなメッセージが流れてくるかもわかりません。いや、僕ね、今日アマゾンである本を買おうと思ったら、うん、まあ、それがもう中古でしか売ってなかったんで、うん、中古で買おうと思ったんですよ。うん、するとね、今買ったらですよ、6月何日着って書いとるんですよ。それで、まあ、安い分はそれなんです。中古だからね。うん、で、だん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 、それに、50円アップとか、500円アップとかなんかなると、うん、5月の何日ですとか、はいはいはい、で僕結局1000、
普通2200円のもんを、うん、4月15日に届けてもらうために、うん、1500円ぐらいオンして買いましたよ、うんうん、もうそれぐらいこう、ね、時間、うん、が金で上乗せされてるというか、うんうんうん、アマゾンで、うんうん、まあ中古屋券か知らんけど、まあそこ、うん、そうですね、その6月はちょっと極論かもわかりませんけど、ひどいことが起こってます、うん、今。そうですよね。お、多分そういうことも今後は絶対ありえますね。ああ、うん、でもうちでもちょっと遅くなると、まあお客様にはだん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 それ理解してもらうようにしてるんですけれども、うん、やっぱり即欲しいっていうお客様まだまだ多いじゃないですか。はい、アマゾンにしても、はい、アスラクとか、はい、すぐ来るっていうのは当たり前で育っとるから、はいはい、そうですね、はい、これ大変ですよね。大変です。だからもうやっぱり、うん、何をこうでもこう送料無料っていう時代はもうもう多分近い将来ないと思う。やっとれんと思いますよ。うちも送料無料やり、まあ6600円以上は送料無料してるんですけど、うん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 、もうほんまに儲けないんですよ。もう送料はもう本当消費税と一緒で、うん、もう無料でないことだったらやっぱりこう消費者っていうのは多分慣れてくると思うんで、消費者からしたら送料無料っていうのは非常にありがたいんですけど、そうだから大手がそれやってくれたら僕らもう送料無料でなくなるんですけど、うん、同じもんって大手は送料無料になっとるからなかなかできなくて、だから送料本当は無料なわけないじゃないですか。ないです。誰かが払うとるわけ。誰かが払ってる。ですよね。うん、だからそれはまあ消費者さんに多分、例えば今今度半分負担してもらうとか、っていう時代が早く来ればいいかなっていう感じで。うん、ただやっぱりこう翌日便っていうのは東京以上、700キロ以上のところから運ぶのは翌日には来なくなるっていうのは僕の見解です、ね。ああ、もう、うちももう、うん、もう翌、翌日になってますからね。東京から仕入れた場合ね。はい、そうですね。ああ、そういうふうに時代は変わってきてるんですね。変わってきてます。変わります。それと、トラックも今 30% ということだったら、うん、あとは船便であったり、あの、何を？貨車。貨車であったり、飛行機。飛行機とか。はい。このあたりも、やっぱり、だんだん変わってきてるんですか？変わってきてます。大手なんかは、うん、あの、島に持っていくドローンで運んでます。ほんまに一挙んだ？まあ、試運転一部ですけど。もう始まっとんや。もう始まってますね。ああ、そうですか。うん、本当に一部ですけど。ああ。まあ、そういうあれもあるでしょうね。そうですね。この、A 地点から B 地点まで運ぶ、ただ単純なことのように見えますけど、本当にね、うん、いろんな工夫であり、いろんな努力がありますよね。うん、そう、お母さん、東京の方行くじゃないですか。ほんだもう、でっかいビルあるじゃないですか。はい、あります。で、そこに、郵便とか荷物とかを、1階にボーンって下ろすんですよ。1階に下ろす、はい。そこの企業に入っとる荷物とか郵便をバーンって下ろすんですよ。はい。で、それで専属の会社がある。それを上まで持っていって、運ぶ専属の会社があるんです。そう、そう、そう、そう。でもこれはすごいなと思って、まあ、それは運転手さんがやりだしたら大変やそれ、うん、いやもう無理ですね無理ですねだからねもう本当にあのこれ見てる人少ないと思います、じゃあ多いと思うんですけど、まああのこれからも一つ協力していただくなら置き配お願いします。もう置き配ボックスつけてでも、はい、あの宅急便の人が来たらピンポンピンポンいませんか言うて、はい、で不在が入るじゃないですか、はい、ほんでまた来てください、うん、また来ます、うん、いつ来るんや、いやいません、もうこれこれがもうあ無駄になるんで、で特に階段言葉だってやったら大変やよりますもんね。そう、僕もやっぱこう言いませんけど、こうアマゾンとかね、はい、そ通販で買ったら置き配いうとこ選んで、いろね、あのポストとか自転車のカゴとかっていう指定ができるんですよ。あ、そうなんや。そうそう。ほんで、そうやったらもうパッて行って、メールでパッ来ます、写真が。おうおう、完了しましたって。おうおう、あ、来たんや、言うて。あ、そういう置き配っていう機能もあるんですね、アマゾン。知らなかった。勉強しましょう。はい。まあ、そうです。置き配してください。はい、ぜ、まあ、ぜひ。うちはもうポストに入れてくれとるからいいんだけど。あ、そうか、そうか、そうそう、そう。置き配、置き配してください。はい、そしたら、あの、配達者の残業もなくなります、ね。はい。はい、視聴者さんもね、ぜひね、まあ、そういう協力しましょう。お願いします。じゃあ、はい、今日はどうもありがとうございました。いやいや、まだこれからやって。まだ、まだ、まだ、まだ。
いよいよね。いよいよ。子供の頃の話をちょっと。子供か。ちょっと、トーンだけ増せたらと思いますけど。簡単に言うと、はい。もう勉強が大嫌いで。うん。もう本当に。三人兄弟として生まれて、三人ね、一番下ですね。下ですね。はい。勉強が大嫌いで、やっぱりこう運動とか音楽とか絵を描いたりするのはやっぱり人より、まあ、ちょっとこう抜け取ったというか、うん、頭抜け取った、ね、頭抜け取った代わりにこうなんていうかそう感性とか運動神経を神様がくれる、ねね、なんかプラスマイナスあるじゃないやかましい でうちのお父さんが当時はトラックの運転手でしたから、うんうん、トラック乗って、うん、埼玉県とか九州とかついて行きよったんですよ。ああ、乗せてくれて。連絡船乗ってね。おー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 おおお。かっこええなと思って。で、休日が来たら、はい、新地映画見に行くぞ、言うて。おーおーおー。菅原文太さん主演のトラック野郎みたいな。男の道は一人旅って。あの頃、ね、菅原文太だったから、トラックの業界上がりだったですね。そう、めちゃめちゃ。ね、もうかっこよかったね。お父さんは疲れてるけど、5分したらいつも、はぁとかねえから、僕だけ前のめりになって。だからもうトラックの運転手になりたかったのでもう高校も、うん、もう適当に近いあと継ぐつもりだったわけそうですそうですまあまあうんでまああのトラック乗りたかったので、うん、まあ憧れしとなっとったんは、はい、プロゴルファーで、あ、ゴルフ歌手ねあ歌手そうそうそうで次トラックの運転手でもだんだん年があの中学生高校なるばずつ現実味が出てくるじゃないですか現実ねプロゴルファーもうその無理分かっとるやんねあの歌手無理無理無理みたいなでもうやっぱトラックの運転手がやっぱり現実性があって お父さんの近くに寄ったので、うん、でもう卒業してお母さんがもう頼むけん高3の時にもうどんな大学でもええけん一応出とってくれこれからは言うてああああいやでピョン言うてでまあ大手まあ言うても日通さん日通日本通さんの方であ日通行ったはい3年間修行させてもらって走行業したりうん、うん、あとトラックの実務運転したりしたりあ、はい、そこで運転もやってたんですかやってますやってますはい中北さんがあんまり運転しとるというイメージがなかったんですけど。いや、全然大方も持ってます。あ、やってたんですか持ってます。へぇー、うん。それからどうなったんですか日通さんで。まあ、ね、修行ですよね。25、6歳ぐらいまで行くんだったんですけど、はい、今治で荷物下ろしとるときに、はい、こう、荷台からこうホームに段があって、僕知らんかって、うん、そこパッと踏み外したら、うん、腰も一緒に外れてしもて。腰が外れてぎっくり腰です。あ、ぎっくり、で、ぎっくり腰やったと思って、もう痛くてたまらんかったんですけど、うんうん、まあ、後にやっぱり、椎間板ヘルニア。ああ、やっちゃったんですか。やっちゃっちゃっちゃ。若いのに。若いのに。ほんでも、その頃のドクター30ね、はい、何年前のドクターですから、うん今の鍵穴手術ができない時なんで、もうバッサリ切るって言い出して、いや、ほんでも、切らんのやったら、中北くん、腹筋、背筋を鍛えて、もうトラックの荷物を一切触らんか、それか、やりたいんやったら切るかどっちかって言うたら、うちのお父さんが、この子にそういうようなことでメスを入れさせたくないけん、うちの会社来いって言うて言われる。で、俺若いけどええんかなと思って。で、だけど、まあ22歳で、あ、ごめんなさい、21歳か。で、行ったんですよ。手術は結局しないという決断にしたわけやね。しないです。はい。どうですあの時の、もししとったらどんなんですかね。まあ、多少たりとも人生は変わってきたと思いますが、ただね、そのお父さん来いって言うて、お父さんと半年しか仕事してないんですよ。すぐ癌になったけ。ステージ4が見つかった。僕が入ってすぐ。すごい人生の転機じゃないですか、それって。腰手術して、実際まだ、日通さんで働きよったら、お父さんとはもう一日も一緒に仕事してない。でも、半年間できたっていうのは。ああ、そうなんや。これは僕、良かったですね。まあ、半年でも、濃い半年になったでしょう。今思えばね。ねえ、うん、ずっと一緒で、うん、そうですそうです教え込んでやらないかんがと思ってそうですね、まあ、当時直接ではないんですけどお父さん その当時社員さんたちがすごい教えてくれたうーん厳しかったですよやっぱりうーん、うん、ああそうなんやそうです、はい、はあ
った。人生は分からんねえ。分からんすね。まさか、恋言った時に病気発覚してないんでしょ？いやいや、病気が発覚して、綺麗って言われて、あ、お父さんな、うん、してない。そうそうそう。してないんやろ。だから、行って、3、4ヶ月ぐらいした時に、お母さんがね、うん、ちょっと、医者のとこに話行ってくれるか、聞いてきてくれるかって言うんですよ。21歳か2歳の中北さんに、親父の病状を、ね、病状お医者さんに聞いてきてくれた。告知券がなかったでしょ、昔。あなたはがんですっていう。あ、そうね。そう言わないです、昔は。言うてもいいですけど、言わないっていう方が主流だったんです。で、もうドクターのとこ行ったらバーって見せられて、もう9割方、ステージ4や言われて。え、助かるんですかって言ったら、まあ、持っても1年かな。一番最初に聞いたん？聞いた。だから本当はお母さんが最初に聞いて、ほんで息子さん呼んでこい言うて、まあ21歳の僕にしたら酷だった。いや、それ、めちゃくちゃ酷やん。うん。だってそれまで明るい家庭で、お父さんお母さん持って、おばあちゃんもおったんですよ。ああ。お父さんもお母さん持って、ほんでお姉さんが2人おったりして。大家族やん。うん。でも帰ったらもうみんなキャッ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 で。おー、うん。それがもう一気に、ほんでもう、家も建て出したし。ええ、うん、そうそう。極貧のなんとか茹でよったんですよね。それがまあ、ブワーッと立って、夢が叶って、そう家族がこう、円満な家庭ができてという。言ったんですよ。それがもう、叶わぬ感じだったんですね。え、見れんかったん？見れん。ほんでお父さんも建てる。骨組みまで見ました。うん、骨組みまで見て、もうそっからもう病院から出れんかった。うわー、つらー。で、やっぱりそっからもう宣告があって8ヶ月ぐらいで亡くなったんかな。へえー。もう僕からしたらもう地獄でしたね。だって本人は知らんかったから。で、医者聞いて。でも21、2歳の中北青年が聞いて。うん、で、家帰ったら、うん、ご飯食べようんですよ、こうやって。おやさんおるん？あ、入院してないんや、まだ。うん。お酒はやめなさい。って言われとったけん。もう、酒やめたら飯がうまいんじゃ、言うて。横で食いようんやけど、もう僕、医者から聞いたと、もうほんまにもう、涙が、もう、っていう感じでしたね。うん、シットンはお母さんと、うん、中北さんだけ？そうです。お姉さんはまだ知らん。わ、もう最後の方に言うた。んだ、ちょっときついね。きついっすよ。言うたらダメやし、うん、きつい。変な顔してもいかんし、泣いてもダメやし。いかん。もうあれ、ね、お父さんにこう知られたらいかんけん。そうです、そうです。第一試練ですね、僕の。はあ、そんなことがあったんだ、うん。それはほんまにもう、シャレにならんかったですね。どんな思う今から考えて、今は告知をするという風潮になってきょうるけど、うんうんうん、あの当時は告知をしないという、うん、どっちがええと思いますか？そう、ね、家族の方あれは、言う、まあ、その人僕は言った方がええと思いますよ。なんでかって言ったら、うん、前と比べると生存率が高く、うん、同じ病気でもなく高くなったので、うんうんうん、それは言うて、もう戦って奇跡があるんだったら言うた方が僕はいいと思いますけど、ね、うん、でもまあまあ、はい、辛かったですね、あの時の思いは。で、まあちょっと経営の話になりますけど、はいはいはい、お父さんはそれを知らずにずっと社長業されとったわけですか？そうです、そうです。引き継ぎももちろんないわね。ないない。もうまあ知らされとったら、でも自分がこれやって言うんで、もう引き継いでいったりなんかする、準備するけど、知らされてなかったらそんな表もないから、ね。だから僕が心の準備をしとった。でもやっぱほら、お父さん、みんなうちの社員さんとか、見てきて、痩せてきて、だったらもうわかるじゃないですか。外からはわかる。だからもう最後の方はもう言うて、でも実際、本当にこう動き出したのなくなってから、それまでやっぱりもう現実をみんなが受け止めた、受け止めたくないよね、うん、っていうのがありましたね。だおじさんにあたる2代目社長になるおじさんも一緒にお働きになったわけですか？だけど僕と一緒に聞きに行ってくれた。
心細い件。おじさん一緒に行ってで、一緒に四国かもしれない。お父さんの片腕としてやちょったからね。おじさんは弟さん？いとこです。お父さんのいとこ。あ、いとこさん、うん、だから身内なんですよ。おうおうおう。が専務として当時おった。ああ、そういうことか。うん、で、お母さんに、僕、医者のとこいいって言うね。そのおじさんにも一緒に来て、だからおじさんも知っとったわけなんです。ああ、そうですか。だからもう亡くなった時には、そのおじさんが、お父さんの代わり代表取締役、社長。で、僕が専務っていう肩書きで。あ、へえ。まあまあまあ、はい。まあ、よくね、うん、もうおじさんはじゃあもう定年になられたんですか。あ、もうはい、もう10年、十何年前。あ、そうですか。10年ぐらい前か。はい、うん、はい。まあ、よく中継ぎとかいろいろね、そうですね、ありますけども、任務を果たしてくれたと思います。そのあたりは、はい、こう、何ですかね、すごく、うまく言うたらいいんです、うん、どういう質問したらいいか分かんないんですけども、うんうん、混乱もなくいけたんですか。そうですね、やっぱす、うん、まあ、よく専務派と、ほぼほぼ、何件も入で、うん、よくあるじゃないですか、こう会社が小さかったので、うん、そこまで大きな揉め事にはならなかったですけど、うんうん、やっぱりみんな社員さんは、うちのお父さんについてきよった人が、少なかった、6、7人ぐらいだったんですけど、うんうんうん、お父さんについてきよったので、うん、変わった瞬間に、やっぱりこう、喧嘩というか、みたいなのはちょっとありましたね。あでもまあまあ想定の範囲ない。でもまあ比較的こういい人だったので、僕からしたらあの心強かったですね。ああ。まあ一応専務として立ててくれて、うん、そうですね。もあったんですね。そうですね。で僕も30代半ばぐらいの時にもう、うん40来た時かな。うん、もうどうぞ言って。あ、ほんまもうやれ、まあ、やれよやれ言って。へ、うん、っていう感じです。はい。まあ、よくね、おじさんのもう息子を継がすとか、なんかそんなテレビだったらようありますよね。そうですね。そんなもなく。なかったですね。ああ、わかりました。まあそういうような形で、お父さんの死っていうことで、はい、だって、そこから中継ぎのおじさんがされて、はい、もう経営者を継ぐっていうことは、うん、まあ、やっぱりこう20代のところから思ってたわけでしょうか。思ってましたね。そうや思ってた、ね、思ってました、思ってました。おー。うん、そこからいよいよ40歳ぐらいで、はい社長、はい、本格的な経営者ということになったわけですよ。そうです、そうです。そうです、実際ね、うん、よく専務とナンバー2とナンバー1っていうか、うんうんうん、トップとでは比重、重さが違うというか、うん、登ってみると、うん、景色が違うじゃないですか。違いますね。それどうだったですか、中北さんの場合。なんで思わんかったですか。違います、ね、だってあの、なんていうのかな、そのピラミッド上は明らかに役割とかは違いますけど、はい、うんうん、なんかそんなその気持ちの上で、うんうん、なんかうわこんなとこ来てしまったみたいな、そのひるみはなかったっていう、うんうん、まあそんな感じなんやと思って、あ、社長って呼ばれるのがなんか嫌でねもう言わんとって言って名前で呼んでみたいな。そうか、お父さんの部下も おるから年上そうやけにやり、まあ、ええ人も多かったですよ。ええ人が多かったですけど、やっぱりもうみんなやっぱり お父さんが亡くなったことでこ うまいこといかんようになって、うん、他の仕事をしだしたり、うん、まあ、あの、はい、退職される方もいましたし、うん、そうですよね、うん、っていう感じですね。ほんで新しい方が入ってきたりして。そうです、そうです、うん、そうです。うん、まあ、だけどまあ亡くなって、はい、社長になってからはもうそのあたりの困難なこと、お父さんがどんなことありましたか。うん、一つ、まあ、いっぱいありました。一つはもうやっぱりこうお父さんがすごい偉大なというか人脈がある人、欠点を言うたら人に嫌われてないっていうわかります、昭和の商売人って言うたらやっぱり誰かが絶対嫌われとるっていうのが、はい、ステータスというか、うん、でもほんまにみんなにこう好かれて、こう老人ホームいいもんをしてマドロスの格好して岡原さんの憧れのハワイコールを歌ったりしてみんなを喜ばすことが任務のだったので。あ、お父さんもしょったんですか。それお父さんがしょったんです。お父さんの受け継いどるわけなんです。僕今中北さんがしょることってお父さんがしょった、お父さんがしょったんですから受け継いどるわけ。まあとは違うんですけど、まあまあまあ簡単に言うとそんな感じです。うん、だからそれを知る
人は、これ何の意味があるの？僕に言うて何の意味があるんやろうと思う。もう何人の人に、お前はお父さん超えれんわって。何でそんなこと？もう俺に言うて、それを言うて。もうお父さん亡くなっとるやんって。うん。いや、お前はお父さん超え、いや、僕ね、僕が、俺は絶対親父超えてやるんやって言う人間であれば、それを言われても100歩譲っておかしくない。何も言うてないんですよ。お父さんライバル心にもしてないし。してないしてない。うん、むしろ尊敬しとるし。なんならお父さんの葬式の時に言われても、新一君、まあお父さんは超えれんと思うけど、とか言って。なんでうっしゃよ。ねえ、もうそれはね、天国でお父さんもそんな言わんでええわで多分言おる人には言う思うとったはずですよ絶対。ああ、だから反骨精神ではないんですけど、ああそうですか言うて、いろんな、じゃあ自分でも事業やってやるわみたいな。あ、やったね、人材派遣をしたり、そのマーケット、僕も人材派遣しとったけんね、うん、そうそうそう、いろいろ教えてもらったりした、してくれたことあるよね、マーケティング事業もやったし、ああ、でもやっぱりこう時代についていけんかったっていうのと、ちゃんと土台作りがうまいこと仕組み化ができんかったいうのがあって、もう4年前か、全部その別会社で作った会社を四国貨物配送センター、今の会社にこう吸収合併して、そうです、今もやってないことはないんですけど、はい、そのなかなか、だからその時にやっぱお父さんの器の大きさっていうのを感じました。ああ、そうなんですね。すいません、なんかもう、なんか手前見て、お父さんの自慢みたいになってますけど、やっぱりもう、やっぱりそれぐらい、僕は尊敬しとるっていう意味で。やっぱり創業の人の話を聞、この、と、二代目、まあ、息子っていうか三代目になりますけども、まあ、話っていうのは、この番組でなかったもんですから、非常に、まあ、すごい勉強になるんですけども。ありがとうございます。そのお父様っていうのは、誰にも好かれとったというのは、やっぱりこう、老人ホームの慰問に行ったなんか。死んでから分かった。亡くなってから。まあ当時、家で葬式したんですけど、もう鼻がすっごい何百メートル、どこまでならんとんかっていうぐらい、田舎やったけん。まあまあ、今はね、大きい葬儀場がありますけど、はい、どこまでならんとんや、みたいな感じで。で、郵便局の駐車場を借りたり、各その都道府県からね、やっぱりマッチング作業いうか、こうしとるからもう誰に対しても、こっちとこっちをつなげる、もう愛でつなげよったんやね。そうですね、やっぱその効率性だけとかそんなんなしに、お悔やみとか花とか見たらやっぱり参列しとる、買い取る人だけでも350人ぐらいだった。だからその3日増連だったんですけど、亡くなった時しか来れん、お通夜しか来れん、で葬式の日だけでも300人超えてます。すごい。うわ、父ちゃんすごいと思って。いや、人間の価値ってほら、死んだ時分かりますよってよう言うけど。そうそう。すごいよね。すごいなぁと思ってね。それは、なんか政治家でも何でもないのにね。そう。僕今亡くなったら8人ぐらい。いやいや、俺も行ってよ。じゃあ、俺の方が年上やけど。来てよ。行きますよ。いや、それはね、順番はあの時分からんなと思った。うちのお父さんが亡くなった時、お母さん元気やったけんね。俺はもうこればっかりは。はい。という、苦労もありまして、お父さん、まあ、お父さんの話もあれですけど、お母様も本当にそれ亡くなってからもう経理の方ずっとね。しばらくしてましたよ。ね、されてますよね。はい。はい、そうですか。お母さんも、はい、結構支えてくれた。そうですね。まあまあ、そういうふうな形でね、やったんですけれども、運送業のホームページ、僕ちょっと見させてもらったんですよ。はい。で、社長の一言っていうかね、ホームページ作った時に書いてますよね。社長の思いね。思いっていう。はい、はい。その時に、運送業が、今一つこう、嫌というか、こう、何言うんですかね。好きになれなかったというふうなこと。夢だったんですけど。買い取ったよね。夢だったんですけど、現場は面白かった。現場、あ、トラック運転は面白かった。好きだった。もうずっとこれでもいいなと思ったぐらい面白かったですけど、だってストレスがないもん。人間関係の。デスクで横に乗って、走っとってね、荷下ろしとか、まあ、ぐらいで、もう、でもね、こういう、そういう業務、仲介業務をやり出して、好きになれんかったですね、初めは。
21歳、2歳で来て。いや、もう全然なれない。電話ですか、それ。電話ですね、ほとんど。まあ、全く知らん人に電話、知らんはね、そうそうです、初めはね、まあ、取引業者ではあっても。うんうんうん、で、まあ、次第にね、顔を覚えてもらって、まあ、幸いちょっとお父さんに教えてもらったゴルフもしちょったんで、はい、でゴルフお客さんとこ行ったりして、まあ、徐々にこう、こう、四国貨物中北新一っていうのが、浸透してきたんですけども、うんうん、なんかどっかでね、嫌やなって思った。何が嫌だった？要、中田さんの僕イメージとしたら、要喋りもうまいし、まあ人とこうパッパッパッとこう会話もできるし、そんなに見ず知らぬ人でもこうしけるというかね、うん、まあそこはないと思うけど、そこは大丈夫だったんですけど、ね、うん、なんかやっぱりこうものすごく勝手なんですけど、はい、お父さんが好きでトラックが好き で、はい、でお父さんの後継ぎたい、うん、でそれがね、こう自分の会社しだした時に社長になった時に、うん、俺今まで親の敷いたレールに乗ってきたなってなんか思い出して、はいはいはい、おもろなと思って、なんか自分でもなんかやりたいなと思った時があったんですよ。なんでかわからんですけど、なんかその理由とか特になわからんので、自分でも、まあ普通ね、親の敷いたレールって言ったらエリートのことを指しますけど、でもまあ僕もなんかそういう感じに受け取ってきて、うん、なんかサラリーマンの方が良かったんかなとか、まあいろんなこと思い出して、うん、だけどやっぱりこう思い返して、まあある年、良くない年があって、売り上げがポンポンポンって下がってきて、でその時にちょうどあの前の社長が辞めたんですけど、うん、変わって、え、変わって、今変わるんかって、売り上げ同じようなで、その時にこうずっと考えよった時に、もうそれこそ同友会に入って、で、やっぱ会社の使命とか。1回目の時？2回目の時です、ね。ああ、うん。1回目入ったけど、この方辞めたんです。ほんで、また入られてね。そうです、そうです。その尾崎運送のね、そうそう、大先輩、ね、大先輩からね、おうおう、でやっぱり自分の任務とか、うん、役割とかそういうようなことをただこう話すじゃないですか、みんな例会でやったり、はい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 、懇親会でやったり、うんうんうん、みんな自分の会社こんな好きなんやと思って、あ、そうやな、で特にどういうかのメンバーみんなね、うん、うまいこと一挙るほど好きうまいこと言ってたら好きだもん。いやいや、うまいこと言ってる人ほど、やっぱこういう愛社精神じゃないわ、自社精神が。あ、そうなんやと、うんうん、で、まあそういう、そういった時にやっぱり自分の役割をやっぱ考えないかんいうところを聞いて、うん、あ、なるほどねって、うんうん、こうやってやっちょるけど、うん、うちの会社やなくったって、うん、荷物とトラックが回るんやって思うとったんが、ある日一変したんですよね。ああ。おらん、いや、なかったらいかんいかん言うて。うん。うん。だいたい言われたん？言われましたよ。うん。うん。みん、まあまあ、はい。あの、こっちがこういう感じで、はい。言われたこともありますし。あ、そうなんや、言うて。うん。で、そういった時に、はっと思って。うん。やらないかん。うん。って言った時に、こう、やりがいを感じて。どんなとこにやりがい感じたんですか？今までと一緒でしょ、うん、だから、やじょることは一緒なんですけども、うん、なんか聞こえ方が違うんですよ。明日四国貨物さん行きますよって言うたら、はい、うん、あ、わかりました、もうなんかもうありがとうございますってこう電話越しに頭下げるようになるぐらい感謝が出る、ほんま遅っと思うやろいやほんま今までやばい、ここや、あ、毎度はいはいごめんなさい、はいはいってみたいな感じだったんですけど、おありがとうございます言うて、うん、まあ、そういう感じになってきてすごい面白かったですね、うん、そういう意味ではやっぱり経営者仲間が集まる同友会っていいよね、どう思います、うん、やっぱり、まあ、同友会に限らず、うんうん、まあ、お母さん倫理とかもやってますし、うんうんうん、やっぱその経営者仲間が集まって、うん、その情報を共有したり気持ちの持っていき方とか、うん、で相談仲間を作る、うんうんうん、遊び仲間を作るのも絶対いいと思いますし、うんうんうん、こういうのはね、もうぜひあの個人大小限らず、うん、僕は絶対行った方がいいと思う、入った方がいいと思う、絶対に、そうやね、うん、なんか入ったら、なんか勉強したり、昭和したり、なんか話し合ったり、かもなんか嫌やとかって言うけど。グループ討論が嫌やとかね。嫌やって言うけど。やっぱりね、
そこは表面やっちゃうことであって、うんうん、やっぱりその内面的なところを、うんうん、もう泥臭いところ、うん、本当にやっぱお母さんにもね、本当に苦労しとんやいう話も前もした、しましたけど、やっぱりこういう中になる人が、どんだけできるかによって、うんやっぱほんまはクソ赤字やのに、うん、いや宇宙は大丈夫や、左宇宙は嘘で仰げるような、うん、よりかはもう頼むと助けてって言うそれ言える、うん、そう、うん、ほんまにもうそれは僕はおすすめしますね。もうねカッコつけとる間はなかなかね、うん、いかんダメ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 もう自己解除せんとカッコつけてもね、うん、ええー、時はええけど、うん、ええー、時は威張っとったらいいんですよね、うん、悪い時は歩けんかならええー、時は困っとる人に手を差し伸べつってやって、うん、助けてやったらええと思います、うん、そうやね、うんうん、でもそれもな全部ひっくるめて仲間じゃないですか。うん、まあ、僕はそれええと思いますね。うん、はい、そうか、そうですね、はい、まあ中北さんなんかは支部長もされましたけど、あ、はい、どうですか支部長時代に。どういう感じの支部長ですか。うん、ぶっちゃけて言うていいですか。どんどん言うてほしいです。4キロ痩せた。え、1年間4キロ痩せたの。そんな気ぃ使わさったこんな俺繊細やったんやと思って一番最初の初版マインド弱いって言ったけどそう、あ、支部長かって思う。え、誰が引き継いだのだった。渡辺恵子さんですね。渡辺恵子さんから引き継いで、うんうん、だけどそれなりにこうみんな寄ってきてくれる環境を作っとったんですよ。おう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 。はっと気づいたら支部長の役割ってこの人を維持、うん、ね、うん、やめてもらわない、うん、でどういうかの高松大支部いうところに入ってもらわないといかん、うん、この任務が一、まあ、最も優先順位。そうやねおうおうね、やっぱりこう4月になった瞬間にバッとやめたりそこで困る。うわ俺そうや、渡辺さんから変わった時にいきなり渡辺さんがバッとはめたけん7、8人ぐらい4月でやめた。これえらいこっちゃと思って。ああ、だけどまあまあそこがすごい悩んだ。そうなんや。それだけですごい悩んだ1年間あで、まあね、厳しいことも言われてね。まあ、そうなんや。はい、いろいろ言われました。いや、支部長の陰で言われるやろ。いや、もう表で、表で言われた。面と向かって言われますよ。あ、そうなんや。ただ、やっぱり、うん、それも、なるもんではないことはないと思いますし、うん、自分がやっぱりこう、なってみないと、甘かったところ、はい、そういうところが弱かったところが気づいてなかったから、うん、だからこそ4キロぐらい痩せたんですよ、うん、あ、俺こうそういうところ弱いんやと思って、うん、あ、自分ではそこを気づいてなかったんや。そう、うん、なって指摘されたいろいろすると分かってくるんや。そうです、分かります。まあ、苦しいけど、うん、苦しいけどでも1年間通して支部長として一番の教訓、分かったことは、うん、人の話は喋るんじゃなくて聞くことです、ね、なるほどなって、うん、耳を傾けるっていう。僕喋るのが好きながら人の話バサッと遮ってまで喋る癖があるんですけど、はい、じゃあちゃんと人の話を最後まで聞くちょっと丸なったでしょ。いや、なったわ。いや、自己開示も外にしてくれるし、そうそう、ここまでしてくれると思わんかった。カッコつけとった昔。カッコつけとったね。さあ、中北さん、どう料理しながらこうしたらいいかと思って俺これ案外めっちゃ考えたねやと思いますあ、そうなんや。 そんな苦労されとったんや。ほんま変わったよね。それもどういうかの人に言われた。お、うん、何のために口一つ耳二つあると思いますかよく言われる、うん、よく言われる喋る倍聞きなさいよってそうです、はい、まあよ、次の二川さんもあいつはずっと喋っちゃったまた言われよったけど、また言われよった同じ田川さんも12月ぐらい来たらなんかゲソーってなったでさらにコロナあってコロナあっただけど結構僕助けたというか、あ、仲間作りとか、うん、そういう結構やりましたよ。司会したり、あ、そっか、うん、
まあ、自分も苦労した時によく分かるよね。うん。そうですね。ああいうのや、役やったら、さらに絆深まるよね。ああ、もう絶対、絶対やるべきですね。絶対やるべきよね。うん。うん、ただ、言われた時に、うん、あ、これ人がおらんけん、台の上に乗せられよんかって思う時は断った方がいいと思います。ああ、うん、はいはいはい。お前しかおらんのやって。言われて、ほんまにだったら、うん、よし、ベンチの中で野球としたら、代打行くぞって。なあ。ね。そんな時もう自分しかおらん。おらへん、ね。任されたって。この時は行ったらええと思う。僕はやっぱそう思いますね。はいはいはい。まあそんなことで、まあ土曜会もね、はい、本当にまた今後もよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。いやいや、まだ、まだこれから、いろいろとね、はい、第2弾。第2弾。はい、このいろいろと悩まれて、はい、その運送業界も変わってきたじゃないですか。変わってきましたね、今もね。変わりつつありますね。発注の仕方から、人の動かし方、はいはいはい、働き方改革で、時間の効率性、はいうん、このあたりではどうしても DX であったり、うん、まあコンピューター、うん、このあたりをこう駆使していかなんでいかんと思うんですけども、うんうん、この中北さんのこう会社、このあたりはどういうふうな形で進められていったんですか？今ほら IT 補助金とか、はい、小規模、うん、事業所、事業所はありますけど、うんまあ、システムとかね、うん、よくまあ効率化とか言いますけど、なかなか、うんそこは人手不足にもなりますので、うん、僕はあれ全然こう活用した方がいいと思います、うんうん、で例えば入出金がこう自動でこう見れたり、はい、あの管理がね、うんうん、在庫管理、うんうん、倉庫持っとるところは在庫管理ソフトを買ったり、うんうん、もうそういうところはどんどんやっぱ国が支援してくれる限り、うん、どんどんやった方がいいと思います、はい、もうこう今のうちに今のうちに、ねうん、やばいって思う前にどんどん活用してやった方がいいと思います、うんうんちなみに、こう、中北さんのところは、どのような形の、うん、ちょっとその DX ではないかもわからないですけど、うん、やっぱり僕がその SNS っていうところに執着心が強いので、うん、Facebook だったり、はい、Instagram だったり、して、やっぱりその動画を撮ったり、はい、っていうのはこう、発信のツールとして大いに活用させてもらって、うんそうですね、最近ではインスタグラムでいっぱいこうお客さんつながって、うん、そのあたりがね得意な、ね、あんまり一般的じゃないような仕事じゃないですか、うん、それをインスタグラムでっていうのはどっちか言ったらこう若い子の一般っていうイメージがあるんですけど違うんですか、ね、違います違いますこのあたりちょっと披露できるところも、うん、あの教えてもらいたいんですけど苦手って思うんだったらやらんほうがいいと思ううん、僕の人の知り合いで、ね、もう、製造業、はい、インスタ投稿するのが苦行やっていうんや。じゃあ、やめたらって。僕はどっちか言うと人とのコミュニケーション力とかがすごい好きで、はい、関わるのが好きで、うん、で、運送業、全国の、もうすごいですよ、僕、運送業者さんとつながった。いや、自分の個人のアカウントと、四国貨物のアカウントがあって、うんはい、四国貨物のアカウントは今2500ぐらいあるんですよ、フォロワーが。おうその中の1000は運送屋さんですからね。へぇー。ほんでもう、このビジネスとしてのアカウントになってるわけですね。そうです、そうです。ビジネスアカウントです。うん、おビジネスアカウントです。それで、うん、まあ、マッチング事業やから、それに荷物がどうのこうのって書いてるわけですか、うん、発信をしたらいいです。どんな発信いや、今日も初詣行きましたとか。はい。もうそんなんでいいんですよ。何も、なんていうかな。四国貨物と申します。で、毎回ね、はい。四国来た時は声かけてくださいとか。はい。もうなんかそんなことを言う必要ないかなと。ところどころ入れとったらいいかなと思うんです、僕は。ビジネスのページでも、うんビジネスページですもん。そうそう。ホームページじゃないんで。SNS っていうことなんで。ちょっと SNS の使い方多分トラックの割と何言うんですかね。小さいいうか、あんまりいらっしゃらないところは、使ってないところが多いんじゃないですかね。うん。だからそれをうちは、トラックを持ってなくって、はい、こういう業態ですよ。でも、線ある運送屋さんみんな分かってます。あ、専業水屋さんなんやなって分かってますから。あーはーはーはー。うん。だから、全然、なんていうかな。電話応対研修しましたとか、はい。なんやろな、初詣。じゃあ初詣じゃない。
高松最上稲荷をあのお参り行きましたとか、はい、まあなんかそういうような感じで挙げてます。なんか一番重要なことはそのやっぱり自分ら の, その授業内容が何かっていうのもそうなんですけど、うん、やっぱりこの見よる人と消費者さんとやっぱ共感っていうところでつながるのが必要だと思うんです、うん、で授業内容を 知ってもらい、僕焼肉が好きな、僕も焼肉好きな、僕はあのバンドショル、僕もバンドショルっていう、やっぱりやっちょる人って人間じゃないですか、はい、うん、だからそこをいかにこう紐付けてこう、僕はどっちか言うと離れずにおるっていう、SNS を発信することによって、うん、いろんな人とこう離れずによるっていうことを、あでよく忘れられないというかね、そうそうそう、顧客接近を常にしときなさいっていうことを、ね、あだからそういう時にあんまりこうビジネスビジネスせずに、うんうん、昨日もストーリーで、うん、あのちょっとバンドしてきましたってあげたんで、四国貨物のページで、はい、いいんですそれで、あそのビジネスページでも個人的なそういうバンドをやってますとか、うん、全然初詣行きましたと全然大丈夫かでいいんですか。いいんです、いいんです。そればっかりだとさすがにいかんので、おまあ晴れ時々曇りみたいなまあ晴れっていうのが事業内容、おこうやってますよって、でたまにはお客さんの声を乗せてみたりするのが晴れ、はい、時々曇り、まあ、曇りではないんですけど、ね、自分の個人的なことを入れたり、趣味のことを入れたり、ラフなことを入れていく。ほう。だから SNS っていうのがまず共感っていうところが中心にあって、うん、事業内容ね、会社の見える化やろ、はい、で、あと自分がどう思っとるかっていう、うん、心の見える化っていう、うんうん、やっぱここが必要になってくるのかなっていうところが。ほう。逆にね、あの、うん、中北社長はそういうふうにしてるんだけれども、うん、社員さんなんかは一切やってないです。それやってないんですか。やってないです。ホームページではなんか竹の子に行ったのもあったけど、ああ、ごめんなさい。うん、ブログ書いてくれよるスタッフがいます。それは書いてくれる。はいはい、書いて。インスタはやってない。やってないです。それはもう社長だけやしょう。そうです。ああ。もう苦手やからっていう。じゃあ僕が得意なんでやります。ああ、そういうことか。うん、そういうとこでね、お前やれって。やったところであれやね。やったところ、うん、僕好きなんで僕をやりますって、うん。ほんで顧客、今の既存のお客様がインスタやっとるから、つなが、うん、一つ一つつなげていったらどういうふうにしたらいいんですか。また今度話しましょうか。いや、それちょっと、うん、はい、ポイント、ちょっと、まあ、そうあのみんなに教えようかなって、もう教えるで伝授しようかなと思って。あ、してくれるな。あのどういう会かな。どういう会でちょっと集まって。あ、ぜひぜひ。だからインスタでも、実際は12、3社ぐらいなんです。うん、契約に至ったのは。うん、単発からその長期取引まで全部含めてね。でも問い合わせはやっぱ週に1回ぐらいは来ますね。あ、そうなんや。うん、でもそこら辺はちょっと皆さんに、はい、伝授したいと思いますので、どういう会の方いらっしゃいましたら、はい、またあの、うん、ゲストで来ていただいて、はい、どういう会に入会していただいてもいいですね。はい、そうですね。まあまあまあ、まあ、そこは横井周長、はいはい、苦戦しておりますので、もう次中北吉光になる。あ、そう、中北さん、そうそうそう。あの人もやっぱり SNS を活用したいって言ったので、うん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 。まあ簡単に。話します。あ、ちょっと話してください。うん、先日、うん、はい、先日がちょっと1ヶ月ぐらい前に、はい、僕先生つけたんですよ、SNS の。先生？はい。え、できるやん。違うんですよ。違うの、先生が、うん。これもなんで今までこうトロトロして12、3社しか、ね、こんかったかっていうのを、いろいろこう調べて、それも SNS で調べて、うん、クラウドソーシングで誰か、インスタとか SNS 教えてくださいって言うたら、みんなプレゼンで来るんですよ。40人ぐらい、バーンと。先生たちが。ほんで月何歩でやりますか、何歩でやりますプレゼンしてくるわけ。ほんでそれで、1人選んで実際話して、地元の人でないん、違います。あ、全国から来るの。全国から、プレゼンしてくる。誰か月何クラウドソーシングいうのがサイトがあるわけ。それそうです、ランサーズとか。あ、ランサーズ。ああ、ここならとか、ああ、ここから、うん、あるんですよね。そういうところで誰か SNS を教えてくれる人いませんかって言ったら、あ、僕はあのやります、私やりますって、いろんなとこバーッと来るんですよ。おう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 。ほんで、あの、こと細かく教えてくれるんです。先生が31歳なの、うん。あえて若い人選んだんです、僕。また女性やろ。男です。女
性はもうややこしくなった。もうこれ以上ややこしくなった。男の子です。男の子です、はい。もうやっぱすごい。違う、ね。もう全然違う。だけどその先生がええって言うたらそれを、あのね、かいつまんで皆さんにお話をしようかなと。あ、そうなん？ああ、そういう仕組みになっとんやと。何もいやらしいことになくって、あ、そこ気づいてなかったわと。いやー、俺も今、もう Facebook がね、なんか今日の昼からなんやけど、うん、固まっとんや、もう。うん。固まってますね。なんか動きをしてこうやって。あ、なっとんみんなも。僕俺もなっとん。あ、よかった俺15年やっとんが、もう、ちょっともってしまって、どのあたりだろう。あれは多分 Facebook 側の、あれやと思います、うん。なんかミスったんかな、思って俺。もう知らんかったら、もう一つ一つがもうわからんのよ。わからんね。うん、ほんでパニックなるんよ。そうどうしようと思って。もうこんなにめっちゃ弱いけん。あげるんはあげるんだよ、うんうんうん、あ先生かもしれん、うん。そう。だからもう僕が、それを全部、もうやっぱ結果出さないかんので、うん、みんなに話す前に。うんうんうん、でも早速、もう、はい、一月ぐらいで結果出てきましたよ。マジな？問い合わせが。フォロワーもポポポポと増えていって。高いんやろ？高ない。タコないって元取れる？え？元取れる？あ、そう元だけどその事業料としてあれするのか、それをその商品としてあれするのか、それは人それぞれや。すぐ元取れる。元取れるってようね言いますね。サブキの人はよくしょっちゅう、まあ、まあそう思うでしょうね。うん、元は自分で取るもんやと思います。ありがとうございます。うん、うん、大島ファンありがとうございます。はい。まあまあそんな形でね、うん、だいぶもうあの SNS のも僕もね、はい、使っていっとるけど、ほんまのもう、うんうん、中井さんがおっしゃる通り、はい、こう独自だけではやっぱもう行き詰まってきょんで誰かつけなんでいかんなとは思ってますね、うんはい、ありがとうございます、うん、また教えてください。はい、うんはい、まあそういうことで、はいはい、いよいよね今度もう最終段階になりましたけれども、はいはいはい、バンド活動いきなりどの急にカーンってきましたねそうはい、バンド活動、はい、お父様の代から実はこうやってたそう老人ホームの、まあ、お父さんはカラオケでやってそうですね、うん、でバンド活動やり始めたんはもともとお姉さんの影響でギターがちょっと好きで、はいうん、やっぱりアリスさんだったり、うん、で昔アリスとかアリスねチャゲ&アスカとかアコースティックギターで、うんうん、で姉ちゃんがヤジを見てこう貸していて、いや、ちょっと、いつかこうやりたいな。ね、それで歌手っていう選択ができたわけなんですよ。ああ。まあ、さっきあったね。ちょっとだいぶ回収し始めたね。そうそう。前半の話から。で、まあまあ、で、同友会で、エレキヤジョルしとこうって。ベースやるんや。はじめそんなん分からんじゃないですか。楽器ヤジョルなんか。そうやな。でも自分で自己開示していく。ギターや、好きなんやーって。あ、そうなんや。ドラムしょった。キーボードしょった。まあ、メンバー大体分かると思うんですけど。で、ちょっとみんなで集まってやろう。で、いろんなところにこう呼ばれて行って、で、歌の練習をしてやって、今度総会でもやりますよ、多分。あ、そうなんや。うん。あ、総会いろんな、やったらよかったな。いや、総会っていうことで、はい。まあまあ、そういうことです。いや、中北さんが一番最初に、うん、何だったあそこの、パロカでポカポカ温泉に、何、うん、ポカポカじゃないわ、何や、ヤシマの方のほれほれって言わないか。健康ランドです。健康ランド、うん。健康ランドでやったやん。はいはいはい。ランニング着て。ああタンクトップね。ランニング言うな。汗大衆か。うん、あれや、最初の頃だったんですよ。あれが、ね、うん。そうです。そうやろうん。上田さんのにこう声かけて やろう言うて、あ僕やりたい言うて、そうやな、うん、そうです。あその時、うん、あそうそれがオープンだったような気がしたわ。はいはいはい。あそこからですね。あそこから中北氏はもうやれるでっていうことをみんな認識して、うん、いつかバンドやりたいっていう夢が同友会のメンバーのおかげで叶えたっていう。ほんでもう今ではもうそれぞれの、うん、何ギターもおれば、ベース、ドラム、はい、で、まあ、一番声がでかいけん、お前が歌えと。おうおう言われて。で、はい、なって、ボーカルして、はい、
それどういう活動してるんですか、具体的には。どういう活動だけ、まあ最近で言えば、その同友会の人が、まあよくお祭りみたいなするじゃないですか、イベント、会社のイベントするじゃないですか。ああ、はいはい、その2日間とか1日の中のバンドブースみたいなところに入ってわーってやったり、はいはいはい、したり、まあまあそんなところがメインですよね。ああ、とまたあれですか、老人ホームのお姉様と言ってるのはまた違う。 あれは違います。あれなんかこう、あれは、一番上のお姉さんがお笑いボランティアをしょって、はい、うん、あのそのお父さんお母さん方のところ行って、はい、なんかゲームをしたりクイズをしたり、うん、あれお母さん知っとると思うけど、なんか笑いでなんとかキラーっていうのが出て、こう眼をやっつける、まあ、笑いヨガとかなんかありますから、そうそれで、うん、あっはっはって、うん、どれが笑えばなんとかキラーっていうやつをこうやっつけて、うんうんうん、まあ分からんですけど、それがメインなんですよ。あ、だから笑わすんがメイン。あ、バンド活動は別。別なんやね、あれ。だから僕しょっちゅう 歌いよるわけです。あっちで歌い、こっちで歌い。だけど楽器持って歌ったり、マイクだけでカラオケで歌ったり。あ、制服は何これ。お父さんなんですよ。あ、やっぱりやっぱり。あの帽子は、あの、岡春夫さんのですよ。皆さん、若い方ご存じないかもわかりませんけど、晴れた空の、本人の人をお父さんが岡原の奥さんからもらったんです。ああ、いや、なんかだけ片身、あ、そうなん、あれ大事なやつなんですよ。大事なやつだったよ、うん、でね、ここだけの話が、本人の蝶ネクタイ僕なくしてねまだこれ誰も出てないんですけどめっちゃ まだ見つかってないんですよ、ね、10万人ぐらい聞いてますからね。いやいや絶対ないああっていう感じですね。だからもうそれは、はい、なお姉さんから、あの、ちょっと時間仕事中で申し訳ないんやけど、うん、歌ってくれんか言うて。ああ、またね、僕は歌ってウケるんですよだからその辺はなんかお父さんがやじょった分、お父さんがやじょったんで、こうなんか DNA があって。ああ、そうなんや、はい。あの、お年寄りに受けるっていうのは、歌が受けるの、それともこう喋りが受けるの。喋ることはないですね。喋るないんや。はい。で、やっぱ歌が、憧れのハワイコーロっていう歌があって、はい、その歌がやっぱりこう、ノリもええし、てててててて、もうみんなが手拍子してくれて、おうおうおう、で、またお姉さんがその歌う前に、場のこう、温かい雰囲気にしてくれる。場作りしてる。そうや。うん、だけど一回やったのは、こう、さあ歌いきましょうって言った時、カラオケ機械が壊れて、30分ぐらい袖で酔ったんですよ。もうみんなもう、お父さんお母さん疲れ切って、治りましたどうぞって言った時、シーン最悪だったじゃん、あんね。そうなんや、うん。まあまあ、そういうことで、人に喜んでもらうっていいですよ。やっぱりあれやね、うん、もう喜んでもらう今、ほんま宝ですよね。それじゃね、ちょっと視聴者さんにもね、喜んでもらいたいと思いますんでね、ちょっとここで、まあ、元気な歌をね、ちょっと披露してもらいたいんです。いや、僕ね、はい、メッセの時にギター持ってこいって、はい、お母さんから、いや、持ってきたけど、マジかと。そらもうこの番組でちょっと弾いてもらおうと思って。ギター持っとるやん。あの、ちょっと長渕仕様。そう何本かあって、うん、ちょっとまあまあお気に入りのやつ、いいですか。いいです、いいです、もちろん、はいはいはい、これちょっと弾いてもらって、うん、まあ、あのギター知っとる人やったらね、うん、ここで高見でっていうやつなんですけど、ちょっとこういこうね、はい、うん、ほんまに行くんでやるんですか。ドライかなきゃよし、ほんだらまあロハス村、あれお母さん映ってないけど、ええよ、それもうちょっとこの辺でちょっと映るよね、うん、それは僭越ながら、はい、じゃあロハス村ということで、今春ですね、春ですね、春、じゃあ春の元気な歌いきます。はい、お願いしますね。ちょっとだけね、はい、春なのにお別れですか。ちょっと春、お別れはいかん。元気にならんすかこれ。それもう終わりの辺やん。あ、もうちょっとこう元気になって。あ、なるほど。
ため息また一つため息つたかん、ええ歌ですけどね。まあ、ええ歌やけどね。誰の歌知ってますこの歌。柏原芳恵、坂木原郁恵よと。坂木原郁恵。まあまああの辺の人はすごい。そう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 。じゃあガチで一番言っていいですか全部これ。言ってください。じゃあハルドということで、うん、僕と同い年の福山雅治さん。うん、何一つ、買ってませんけど、はい。僕大好きな、いいよね、タレント俳優さん。はい。桜坂ってことね。はい、お願いします。君をずっと幸せに、風にそっと歌うよ。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと緊張してうまいことやれんかった。いやいや素晴らしい。ああ、こういう感じで、はい、いろんなバンドで歌われているんですね。そうですね。まあ、ピンで歌うことはないんですけど、まあ皆さん。ピンはあんまりないんですか？できないですね。ギターあんまり得意じゃないんで。シッとしょ、今分かったと思うんですけど。いやいやいや、まあまあ、そんな感じで、また呼んでください。はい、またね、皆さん呼んで、みんなで盛り上がりましょう。はい、盛り上がりましょう。はい、はい、いよいよねもう最後になってきました。はい、会社が、50年続いたということは、うん、もう半世紀続くっていうのはもう稀って言ったらいかんなんですけども、はいはい、なかなかないんですよね僕の知ってる中でも。50周年ね、うん、はい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 、そういうコツっていうか、うん、売り上げ上げてこう時代的にバッと上がってるんだけれどもいつの間にはいなくなったとか、うんうん、なくなったっていう企業多いじゃないですか、うんうん、はいはいはいね、そうですね。コツ、まあ僕が50年やってきたっていうわけじゃなくて、はい、バトンタッチされた身、ね、うん、お父さん、親戚のおじさんで僕っていう、うん、身から言えば、うん、もうありきたりなんですけど、うん、やっぱ時代を見る、はい、時代を見ていく。まあ時代がね、うん、昭和49年から比べると変わりましたよね。変わりました。もう少子高齢化。むっちゃ変わりましたね。少子高齢化になって、うん、だけど、デジタル社会。デジタル社会なんですね。はい。追い風もある。うん、まあ、これを追い風にするっていうことなんですけど、ね、うんうん、やっぱりそういうところを見据えて業種問わず、こうやっていくっていうところとか、うん、やっぱり常にこうアンテナを張り詰めとって、うんうん、まあ、ガイアの夜明けとか、そういうのあるじゃないですか、ビジネス番組を。うん、YouTube もあります、はい。そういうのを見たり、うん、で、お母さんみたいに発信したりするのもいいと思いますし。うんうんうん、やっぱりそういうことができる環境でやれることをやっていくっていうのはやっぱり一つと、うん、あとは、うん、これ僕の完全な主観なんですけど、うん、なんかよくビジネスをやるならワクワクしながらやれとか、そうやね、言うじゃないですか。うん、でも僕からすればそういう楽しみ、うん、ワクワク感と、うん、困ったやっば言うて危機感。危機感、うん。ワクワク感だけでは無理とかありますよね。ふわふわしすぎやね。できんと思う、俺も。できないです。うん。うん、あ、やっぱそれがないと、うん、やっぱこう無理ですよね。うん、よく無理というか、よく YouTube ではワクワク感ばっかりがこう表に出て、うん、しすぎて、そう、案外うまいこと言ってないというか。そうなんですよ。で、ほんまにやっぱり困ったから生まれてくること。うん、あるよね。うん、あのね、この武田鉄矢さんがね、うん、ええことを言ったんですよ。うん、鉄棒でぶら下がって、はい、もう手も限界、うん、
あと1分ぶら下がったら100万やるっていうやつは大抵落ちますって、うんうん、はい、あと1分ぶら下がっとったら100万の借金をゼロにしてやるって言うたら、みんなも手がちぎれるまで絶対持っとくやん。確かに。わかります。わかる。なるほどと思って、確かにそうやわと思って。あ、だからそのワクワクするよりも、負を埋めるエネルギーっていうのは、あれはね、強いよね。強い、はっきり言ってね、うんうん、我々ももう赤字の時は辛いもんね。辛いよ。ほんまにね、ほんまに辛い。まあまあ、だからそこをね、やっぱりこう、語り合える仲間を作っていくっていうのは、そうやね、うん、僕もやっぱり同友会とか入ってなくて、なかったらやっぱこうやってお母さんとの話もできてなかったですし、うん、バンドもできてない、だから心の拠り所もなくなってきて、孤独やからね、社員、社長はね、孤独ですね、でまあまあ、だけどそういうところを作っていくっていうのもやっぱ一つかなと思いますし、はい、やっぱりまあ一番はこう時代が今どうなっていっけるかっていうのを常に、まあ、今はほんまに変わり目やから、うん、チャンスもあるし、下手したら本当にどっちも踏むっていうか、うん、このまま行っとったらっていう、絶対ありますね。あるよね、うん、だから時代はほんま変わってますよ。変わってます。グッとグッと変わっていきよる、ね、変わってますね、ね、うん、本当に気をつけていかんといかん、はい、まあそういう中でね、はい、ビジョン、うんうん、などをちょっと2分程度でお願いしたいんですが。そうですね、まあ、今後のビジョンですよね、はい、まあ50年っていうね、言いますけども、はい、やっぱりただのその通過点とか、うん、節目みたいなところもありますけども、うん、やっぱりこう、僕としてはその今のビジョンは、もし息子がおるんですけども、はい、息子がついてくれるとか、うん、誰かうまいことね、うん、おれば、うん、事業承継つなげていこうと思うんですけど、うん、やっぱりもう僕も今年55歳になるので、うん、やっぱそこら辺ももう本当にもう真剣に考えていかないといかないんです。あ、まあ福山と同じね、55歳ですね。そこを福山持ってくる。まあまあ、そうそう、うん、だから本当はまああの M&A ってあ、はい、ね、ありますよ。わかりますよね、うんうん、まあ当然どっかにこう吸収、まあまあ売るというか、うん、うん、まあそういったことも視野に、まあいろんな選択はありますからね、うん、悪いことじゃないと思うんですよ。そうですそうです、それって、うん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 、だからそれもだから M&A するにもやっぱりいい会社でないとやっぱりどこも買ってくれないですし、うんうん、そう、横澤さんなんかもう M&A して社員が給料めっちゃ高くなったりして。あ、そうそう、あの人すごい、うんうん、あ、だからそういう意味では社員の幸せのためにっていう意味もあったりね、します、うんうん、僕は、うん、よ、そうそう、横田さんが言いたかったんですけど、うん、まあまあそうです、そういうこともありますし、うん、やっぱりやっぱ同友会で教えられたのは、そのそこには、うん、のあの雇用とか納税があって、うん、まあ、地域発展のためにするっていうところがあれば、はい、うん、やっぱりこうもっとうまいこといくんじゃないかな、うん、そこはやっぱり同友会で教えられたので忘れてません。そうですね、うん、やっぱりその地域発展、香川も少子高齢化で本当悩んどって、うん、僕はもうほんまに東京に3人とも東京行ったんですよ、子供。ああ、そうなんや。でも一極集中しすぎなんですよ、東京にね。そう、香川も何でもあるっちゅうんじゃん。そう、でも4年間行った娘がこの間帰ってきて、うん、香川も結構あるよねとか、高松でおったら何不自由ないよねとかでおったコンパクトシティでほんまにいい街になってますよ。そうそう、東京の駅もあれできましたね、うん、あのね、うん、できたできた、うん、だから本当にあの高松もええところなんで、うん、っていう感じですよね。はい、わかりました、はい、もうあと1分です。はい、ほんだらもう未来のローカルヒーローヒロインに向けて一言1分でお願いします。なんでローカル、ローカルヒーローヒロイン、要するに地元で頑張っとる、はい、未来の若者たちに向けて。若者たち、はい、若者たちに向けて、はい、香川に帰ってきてください。香川に帰ってきてください。あ、香川におる人たちね。おる人。はい、今20代、30代の皆様、本当に時代は変わりゆくとあると思うんですけども、やっぱりあの人と人とつながりっていうのは、これからも絶対大事だと思いますし、うん、で、特に今からね、人と人と共感をしていくっていうことも大事だと思いますので、デジタル、LINE とかでもいいので、ぜひコミュニケーションを通じながら、地元の人と密着してですね、ぜひ地域を盛り上げて、高松香川県を元気にしていただければと思いますので、ぜひ頑張ってください。はい、
本日はどうもありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。